で多分許可をあのお願いしますとくると思うので、はい、はい、私の声はこの感じで大丈夫ですか？あ、はい大丈夫です。バッチリです。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあそれでは始めていきます。はい、はいどうぞ。皆さんこんにちは。8月22日木曜日、シンディのハッピートーク。時刻は2時を回りました。 沖縄は昨日まで休盆ということで3日間道徳ねえであったり親戚の皆さんがたくさん揃われて楽しい時間を過ごされたと思います <laughs> また今日はですねあの木曜日2時からということで週末に向かう木曜日の午後のひと時をシンリーと一緒にお楽しみください、うん、シンリーのハッピートーク この番組は、ギノわンヒルズ通り FM ギノわン、海の見える素敵なスタジオより2時26分まで放送いたします。皆様、最後までお付き合いください。4月から始まりました、シンディのハッピートーク。ご視聴の皆さん、いつも本当にありがとうございます。この番組では、ゲストをお迎えして、インタビュー形式でお話を伺ってまいります。今日のゲストは、小島金祝さんです。よろしくお願いいたします。 よろしくお願いしますえ。小島さん、今日はどちらからいらっしゃってますかそうですね、私は今あの、東京から参加させていただいています。ありがとうございます。早速ですが、小島健宿さんの自己紹介、また会社立ち上げの経緯などを伺ってまいりたいと思います。えー、小島さんはあの、小島健宿というお名前ですけれども、ご出身は あの日本でおまれになったかとは思うんですが、ご出身はどちらかになりますかはい、実はですね、私は中国生まれのコリアンでして、はいえー、中国の新アンっていうところなんです。けども、うんうん、そこはね、えー、日本の領事館もありまして、はい、日本人も確か2万人以上、は住んでらっしゃると思います。うん、はい。うん、ああ、そうですか。あのー そうすると、えーこ,のえー、これからねあの、後ろにも書いてあって、まあ、ラジオの方はあの見えないかもしれませんけれども、あの薬膳花茶ということをあのお仕事にしていらっしゃるんですが、会社設立は、えー、では、えー、お父様、あるいはおじい様ということになるんでしょうか。あそうう、ですね。はいあのーまあ、今の長膳い 長経薬膳東京株式会社でして代表であの活動しておりますけれどもこの長慶薬膳っていう注意学つまり日本でいうとう漢方のう元の知識本番の注意学に基づいた、はい、それの薬膳を以前は薬膳料理レッスン、うん を薬膳フルコースでお出しするような料理レッスンを8年間、はいえー、やっててその中で、あのー、季節に合わせてブレンドしてお出ししてたこの花ちゃんいう花ちゃん、はい、ロイヤルフラワーティーっていうものを、うんあのー、お客様から求められて家でも飲,め飲みたいっていうところで商品化したのが4年前の一つきっかけで。うん はい、今はこう、ね、飲食店様、ホテル様にも展開するようになったとっいうと、はい、ころです。で、えー、なんで薬膳をやってるかきっかけになりますと、私はい、あの日本に留学してきて、うんはい、2000年なんですけども、であのまあ、経営の勉強をしたくて来たわけなんですが、そ、はい、のあと卒業して、日本で、うんえー、ちょっと仕事をしてから、 中国戻るっていう計画で、あのうん、就職して、就職時では、はい、バイヤーとして、もともとインテリアの出身なので、はいはい、やってたんですが、とってもね、スケールの、まあ、当時1万人以上の,あの社員のいる企業だったので、スケールの大きい仕事って、はい、いう面では、とってもお楽しくやりがいを感じる仕事だったんですけど、はい ちょっとね、長時間労働っていうところで体を壊してしまい、低体温症になって、はい、ヒリス症状が来て、えー、でもう体が立ち上がらないというような症状、で病院行ったら病気がないよと言われる、うん、そういうのを繰り返して、もうやめるしかなかったっていう一つ悔しい過去があって、えー、でそのとこ、まあ、当時付き合ってた。はい、のー 彼と結婚して出産、うん、妊娠もするんだけれども、うん、やっぱり不調がずっと続いてて、うんうん、でその時母から教えてもらったのが薬膳だったんですね <laughs> うん、うん、でなんで母それでそれが後の薬膳料理レッスンにつながるんですけどもなんで母が薬膳を教えてもらえたかっていうと祖父、うん、が今で言うとこの前話してたら130年 もっとあるねって前の話ですけども祖父がとじりシャンチェンっていう人なんですけど吉林省中国のところで実は結構な名医でか、うん、っこいいですね日本で、はい、うんうんうんで名医でこう結構あの影響力のある人で、はい、こう政治家もこぞって探すような、うん、そんな人だったみたいで、はい、でもうあの薬 っていうものが大事メイとかそういうのじゃなくて普段の我々が口にするものそれを中医学では食用女っていうんですけど、うんうん、それが一番大事なんだよっていうところ。うん そこが私今でも大事にして継承してるし、うん、それをもっともっとたくさんの方に知ってほしい。はい、それは自分が元気に生き生きと自由に生きるための私武器だと思ってるんですね。うんうん、<laughs> はい。そんな経緯です。ああ、そうですか。素晴らしい、本当に素晴らしい授業内容だと思うんですが、その薬膳花茶のあのお茶の話をもう少しお聞かせいただけますか いろんなアイデアでね、岸子、はい、さんが開発された部分もあるかと思うんですけれども、いか,で,うかそうですね。薬前花茶はもう本当に長年、うん、実はよく振り返ってみると、結構時間かけて、何度もあ変えたりとか、あと、実は工場で生産されてて、鳥取で、あのそこも。 分量がとっても大事なんですね。はい、私は黄金比率って自分で言ってるんですけども、一 <laughs>、はい、つでも増えたり減ったりすると違うんですね。うん、で味も違ってきます。うんうん、やはり私はこう食が大好きなん食べることが大好きなので、うんはい うん、まずいものは続け、もう私自身でも続けられないです。うんうん、なので、いくら役ぜ、ふだん、ちょっと言葉選ばず、はっきり言うと、薬膳茶、うん、世の中にある薬膳茶って、やっぱり薬草が入ってるので、まずいです。きそうなんです。はい。<laughs> うん、けれども、うん、この薬膳花茶、私が、うん、のやってる薬膳花茶、美味しいんですね。はい。 やっぱりしてて、だから続けられて体質改善するために、えー、我々が提案しているのは個人様向けにオーダーメイドのブレンドで乾燥、えーえー、するような形で一1年間。はい、まあ1年間飲んだ後は卒業できますよっていう言い方をします。 1>, はい、1年後は「小島とさよならできます」っていう言い方をして笑うんですけどもそれぐらいサプリとかなんか体にいいものって食べ続けないと、うん、飲み続けないと健康じゃないっていうのを結構あるんじゃないですか皆さん、はい、そうですね、うんでうん、私はそれは自然でないし本物の健康じゃないんじゃないっていうふうに思うんですね。うんうん、はい で本物の自分でこう食事負担してても健康になっていけるのが本当のこう自然治癒力って言いますけど自分で治す力って私は説いてて、うん、そういう能力で我々は持っているはずなんですね、うん、ただ、うん、あ相手中医学で言うと気・血・水のこの3つの、ね、エネルギーを表現しているんですけどこの量が足りているかバランスが取っているか、はい うん、めぐり、えー、きちんとめぐりがあるのか、うんうん、滞ってないか、はい、こういうのを基準として体質診断していきますけども、うんうん、こういうのが整っていれば本来、健康です。ねえ、すごいですねそそ。そう、本来健康状態を取り戻すためのこの花ちゃんとなるんですよね。はい。はい、あの、個人向けということなんですけれども、<laughs> これは、えー、 まあ、会社のホームページとか、あのーはい、もちろん、あのー、あるかと思うんですけれども、うんはい、どんな方たちが今現在は皆さん、あのー、アクセスして、まあ、1年間、はい、1> あるいはもっと継続されていらっしゃるんでしょうか、はいはい、そうですね今のところは本当はねまずちょっと理想をあの言わせてもらってもいいですか、ね、<laughs> はいどうぞ本当は本当にね、えー、あの健康な人が、うん、あ私ちょっと最近うん 寝不足かかなとかね、うん、ちょっと疲れたかなっていうふうにさっと手に取って飲むぐらいの、はい、なんか知識としても、はい、その使い方としてもそれ,、うん、それくらい普及してほしいんですよ。<ー>そ,それは別に花茶が普及もちろん普及したら私はありがたいですけど <laughs> それだけじゃなくてそれぐらいの意識、うん、つまり養生への意識を思う。うんうん 全国民が高まっていくと、うんあの、病院もそんな忙しくなくなるし、うん、みんなあの、ね、病院じゃなくて、旅行でおいしいものにお金を使うっていうふうになるんじゃないかなって思うんですけど、はい、あそうです、ね、と今は、うん、でも逆に今の現状を言うと、はい、30代、20代もいらっしゃいますけど、やはり多いのが40代からの。 50代60代ののの不調のある女性の方がちょうどこう、うん、転換期というかね年齢が、あのー、重なるとと,ともに、まあ、体調の変化もあるというそういう年代の皆さんということでしょうかね。これはあのー、個人向けとごめんなさい何度も、あのー、お聞きするんですがその方その方の、あのーはい、体調に合わせて。 うう作られるということなんでしょうか、はい、そうですね,ね。先ほどお伝えさせていただいて、保健者のものは、おろし、販売しているのはこう飲食店だったり、はい、ホテルさんもするんですけども、はい、個人様向けは、その方の体質に合わせて、うんうん、もしくは今はやはりあ、さっき言ったように不調多い方がほぼなので、うんはい、で高血圧、糖尿病。うん もうアトピーだったり不妊治療だったり本当にさまざまなあの不調を持っている方々がうん、ので、えー、まずはカウンセリングで体質診断をさせてもらいます、はい、でその,あの体質生まれ持った体質になりがちな不調ってあります、うん、もう大体訪れている方は不調が出ていましてもしくはさっき進んで病気になっている、うんうん、という方にじゃあ今一番必要なのはどこを 出すことかどこを補うことか、うん、こなんですけども、はい、それに合わせてオーダーメイドでブレンドするっていう感じ、ねえー、いいですねオーダーメイドっていうところがね、またグッとくるんですけれどもやっぱりあのカウーセリングをしていくとその人その人のいろんな体調の変化またあのカウーセリングをされることで ご本人の気づきっていうのもあるかななんてお聞きしてもらいましたけど。です晴らしいですね。ありがとうございます。では、あのこちらで金畜、えー、さんからリクエストをいただいておりますので、一曲お聞きして、また後半に引き続きお,あのお話を伺いたいと思います。えー、オフィシャルんさオフィシャルヒゲダンディズムですね。運命ですあ。宿命です。すいません。宿命です。お願いいたします。 はい、それではえっと今からまた後半始めていきます。はい。ありがとうございます。えっとマナさん、三分くらい前になったら声かけてくださいね。ちょっと今,今日時計がないので。あ、じゃ三分前に声かけます。<laughs> はい、お願いします。はい。それではじゃあどうぞ。シンディのハッピートーク。あごめんなさい、マナさんもう一回 <laughs> ごめんなさい。間違いました。 それではいきます。はい、はいどうぞ。心理のハッピートーク。今日のゲストは小島金祝さんです。引き続きお話を伺ってまいります。前半ではお仕事のお話、またねあのおじい様からの検証のお話、そして個人向けとういうふうにあの皆さんとコンタクトを取ってらっしゃるかというお話を伺いました。えー、後半はそのあの薬膳話じゃ。えー、金祝さんあの講座も開かれてらっしゃるとお聞きしました。 どんな講座なんななでしょうかね薬膳っていうともう何年も勉強しなきゃいけないかとか難しいかなっていう,もう印象ですけれどもねそういう印象があるんですがどんな講座をされてらっしゃるんでしょうかはいありがとうございますあのそうですね今は <laughs> 先ほどお伝えしたようにこの個人向けのオーダーメイドの薬膳花茶をこをその方に体質診断ができてその方に合った ものをダーメードでブレンドできるような、うんはい、方を実は去年から、はい、しておりましてその方々が受講終わったあとは、うん、代理店として、はいえー、私と同じようにできるようになるのでご活動できるなので、うんえー、自分のお仕事に、えー、活用したり、えー、もしくは 新たな第2の人生としてスタートっていう方、独立<ー>したいっていう方があの<ー>多く参加されていますそうですか、いいですね、まずはあのお茶をアンケートをして、自分に合ったお茶を、まあ、1年間ほど飲み続けて、まあ、それと並行してたとは思うんですけれども、講座を受けながら、お仕事にも展開していけるっていうことですね。はい まさに素晴らしい、はい、そういう方が多いですね。そうですか。あのそうですね。多分あの日本中にというようなお気持ちがあるのかもしれないんですが、今のところどのどの県というかどのあたりを皆さんどのあたりの方が講座を受けてまあ、どのどのあたりで、えー、その活動活動ですね。ごめんなさい。<laughs> 活動していらっしゃるんでしょうか。はい うん、はいそうですね、今現在、えー、今年は第2期生でし、はい、で、あの、前期と今期2期で 2>、うんえー、代理店として申し込まれた方が16名いらっしゃで、えーはいますまあ、関東圏の方が今のところは割と多いんですけども、でもね、うん、6割、7割がもう関東以外の方々なので、うん、はい、で、あのー、沖縄や北海道、はい、 すごいですね。はい、もう結構広がってるので、えー、うんうん、願わくは47都道府県のところ、1人ずつまずは、うん、いらっしゃると嬉しいなっていうふうには思っています。はい、そうですね、本当ですね、主要な方がこう、その県に、地域に1人いるということで、連携を取りますし、また、そうですね、健康というのはもうコロナ禍。 本当にこう世界中の皆さんが注視しているところなのでいろんなアイデアが出てくるかもしれませんね、いろんな形でで、はい、そうですね、えー、もうおっしゃる通りで、うん、私が抱えているあの経営理念として、はい、最初はこう日本人の健康人口を増やしたいというところを、うん、あの伝えていたんですけども、うんはい、ありがたく海外の。 はい、あのつながりも出てきたので、これは世界中に健康人口を増やせるんじゃないかということで、はい、世界中の健康人,健康人口を1人でも増やすということが、うん、あの自分の夢にもなりましたので、ぜひ仲間が増えててほしいですね。そうですね、素晴らしい、本当に素晴らしい合奏だなという,ふうに思います。あの お茶っていうと、まあ、女性っていうね、まあ、私の偏りかもしれないんですがイメージがあるんですがこれは男性にもあの好まれるお茶だということですかそうでですすねね割と実は、はい、あのー 男性の方はですね、ええまあ、このヤクジャハナちゃんも東洋のハーブなわけですけれども、まあ、あーよりハー,ブハーブティーっていうと、西洋のハーブの方が馴なじみあるかもしれないですが、うん、ハーブティーを、ねええ、あの男性の方は苦手の方が多い。うんうん、男性はね、はい、その香りを女性は香りって感じるのに、うん、男性は臭いって、まずい 感覚になるらしいんですねそれはもうそうそう性別でこんなにとも違うんだなっていうのを、うん、あの知ったんですけども、うん、それでもねこの花ちゃん1割以上の方はこう男性でもっといる時は、うんはい、3割ぐらいいた時もあるんですけども、うん、まあ、うん、主にね責任を重く感じるような経営者の方だったりっていう方が多いんですが、はい 結構おいしくて毎日、ええ、あの会議中にとか仕事に飲んでますっていう方結 <laughs> いらっしゃいますね。なんでそう,そういった意味ではうん嬉しいですね。そうですね。今のあのお話聞いてるとあの会議中というとよく私たちはペットボトルとかねイメージしてまあ市販のものを購入したりするんですが、あの薬剤花茶でもそういういろんなアイデア展開販売法とか考えていらっしゃるんでしょうか。 そうですね。はい。ペットボトルに、うんまあ、いずれ今後ね、いろんな実はやりたいことがたくさんありましてですね。うんえー、はい。やっていきたいなって思いながら、はい。はい、なんかおしゃれなね、ちゃ、うんと持ち出せるような、うん、ボトルとお茶のセットとか、うん、そういったものも、うん、お出していきたいなっていうふうには考えています。はい、そうですねあの。男女問わず、こう手に持っていただくっていうといろんなこう売り方。 ア、まあ、アイデのの提供の仕方があると思いますねいいですね。すい,す <laughs> いいですね楽しいなって聞きながら思,思いました。あの、そうですね。えー、お値段とかですね、聞いてもよろしいんでしょうかね。その、まあ、最初、えー、アンケートをしながら、こう、まあ、なんていうんでしょうかね。その方の,あの健康状態を聞きながらということなんですが、はい、大体、こう、えー、1年を通すと、 おいくらぐらいであの、はい、これは購入できるものなんでしょうか、うん、はい私はあの、ね、まとまるとやっぱりま,とまった企画にはなるんですけれども一杯、うんはい、でたい一袋ね排出、えー、改善したいですって方は、はい、1>, 1年間毎月30個入りお送りしながら、うん、あのカウンセリングで伴奏するんですけれども。はい 1杯、うん、で完成すると、うん、そうですね、えー、80円ぐらいからあそうですか180円ぐらい、えーえー、じゃないかな。それで健康を手に入れたら安いものじゃないかなって思うんですけど、うん、そう,です、ね、今そうカフェに行くと、まあうん、アイスコーヒーでも450円から全然なると思うので、そういう、まあ、健康への投資ですよね。はい 本当ですね。本当にリーズナブルで、またあの、続けるってことが大切かと思うんですが。健康、うん、を手に入れるっていうことであれば、本当に。続けていって、うん、まあ一年間、どういう自分になっていくか。楽しみ。うん、楽しみですね。うんはい、<laughs> はい。ありがとうございました、まあ。あの。いろいろお話を伺ってまいりましたが、早いもので時間となりました。この、あの。 小島さんのお話は来週にも引き続くんですけれども、今日は本当にあのいろんな軽症のお話、まあね、最後ちょっとお値段まで聞かせていただきたいんでいたいいだきましたけれども、とても飲みやすい、あの購入しやすい金額だなというふうにお話を伺っていて思いました。<laughs> またたねあの海外というお話も先ほど出てきたんですが来週は 海外そして今後あのこの薬膳花茶どういうふうに展開していくというお考えがあるかお聞きしたいと思います。それでは、えー、あっという間の30分でしたけれどもこの続きはまた来週お伺いいたします。今日のゲストお客様小島金宿くさんをお迎えしてお話を伺ってまいりました。来週も続きます。金宿くさんありがとうございました。ありがとうございました。 番組に参加してくれた皆さんもありがとうございました。お相手はシンディでした。それではまた、小島金子さんとご一緒にお会いしたいと思います。さようなら。さよな,なら。